い、じゃあ自己紹介お願いします。こんにちは。自己紹介してさせていただいて、誠にありがとうございます。はじめまして。私は、イグデ・ジュリ・クリスナワンと申します。ジュリと呼ばれています。バリに住んでいます。私の趣味は、スポーツと料理を作ることです。どうぞよろしくお願いいたします。今までどんな仕事をしたんですか？今までフリーランス仕事です。フォトグラファーっていうのは、写真？はい、写真家です。バリ島で写真撮る仕事をやっています。はい、バリの結婚式です。結婚式の写真撮るですね。はい、そうです。どうしてみんな日本に行きたいですよ。旅行しようとやめて。コロナウイルスですから、仕事が少しあります。ちょっとしかないですね。はい。わかりました。全員日本に行ってどんな仕事をしたいですか？どうして全員辞めることになったんですか？みんな知り合い？みんな知り合い。わかりました。みんな同じところを働かなくても大丈夫ですか？はい、大丈夫です。わかりました。日本に来て何年ぐらい働きたいですか？本当、自分の希望でいいです。はい、5年間です。チャンスがあったら、ずっと日本で働きたいです。今、5人いるんだけど、このグループの5人は、将来的に何か一緒に仕事をしたいっていうのを計画ありますか？はい、大丈夫です。大丈夫じゃない。ハリーさん、通訳してもらえますか？大丈夫っていうのはやめてください。わからないときはわかりませんって言ってね。何にも大丈夫ですじゃなくて、できますか？できるかできない。もしくは、わかりますか？わかるかわからないっていう答えね。大丈夫っていう答えはできない。わからないときわからないね。5人、今まで面談した5人の中、今後の5年後、もしくは3年後、6年後、何か一緒に仕事したいというのを計画ありますか？一緒に辞めるから仕事。いえ、ありません。わハリーさん、本人に聞いてもらえますか？かりました。ゆりさん、Ya. itu kalian ada rencana nggak? Kalian berlima itu pengen bareng-bareng terus gitu. Enggak Kerja sih. bareng, Enggak nanti ada. kalau pas berhenti juga bareng-bareng berhenti Enggak semuanya ada. kayak gitu. Soalnya Nggak punya ada. tujuan beda-beda soalnya. ありません。Ya,計ada画mas. はありません。今まで一緒に仕事をしましたか？ 5 人。さっきの、でっか、で、さっきのスリーさんとか、なんだっけ。さっきの3人一緒に仕事をしたことありますか？いえ、ありません。ないですね。じゃあみんなそれぞれ同じ会社ではない。はい、そう。わかりました。今の仕事、毎月いくらぐらい給料もらえていますか？時々、100万円ぐらいです。100 万円。100万円？本当？どうしてわざわざ高い給料、100万円、日本で100万円稼げない？時々、1週間に仕事がありません。ハリーさん、100万円本当？わかりました。確認しますよ。ゆりさん、Ya. berapa pendapatannya? 100万円。1 juta. 1 juta. Ya, per minggu kadang kalau ada kerjaan. Ah, Rupiah. sebenarnya. Isukan desu no 1万円です。1週間1万円ですね。はい。円で言うと1で万した。円。100万円ね。日本は
来なくて大丈夫。100万円はもう、200万やということです。日本に来て5、6倍ぐらい稼いで。1はい、万すみ円まぐせん。らい。ルピア。はい、ルピア。あ、そうなんだ。わかりました。じゃあ、1ヶ月4万、5万ぐらいですね。はい。うん、わかります。日本に来たら、写真撮るの趣味続けますか？はい、続けます。うん、日本景色好きですか？はい、好きです。うん。インターネットに見つかります。たくさん、いい場所あります。例えば、京都。そうだね。日本は、春は何があるか分かりますか？春。春。ああ、春、はい。どんな花が咲きますか？ああ、桜。うん、じゃあ、秋何がありますか？秋もみじです。もみじですね。じゃあ、冬は雪だね。はい、雪。バリ島は雪ないけど、すごく はい。寒い。うん、とても寒いけど、仕事も寒い場所。はい。うん。はい、大わ丈夫かりでますす。か？マイナスはい、とわかあるところもかり全ました。大丈夫です。然。大丈夫ですね。今までなんか、怪我したり病気かかったことはありますか？いえ、ありません。うん。タバコ吸っていますか？いえ、すみません。すいませんね。うん。いつも朝何時ぐらい起きますか？7時起きました。1 時ぐらいですね。仕事今 写真だからパソコン使いますか？はい、使います。うん。ここまで勉強したんですか？大学までですか？はい、ここまで勉強しています。ここまで。どうして写真撮るカメラの仕事を始めましたか？最初は、趣味です。うん。私の趣味です。はい。それを勉強する学校みたいなところ行きましたか？すみません。お願いします。写真撮るための学校、スクール。うん、いえ。まあない。自分で勉強したりしてやるか。日本で、はい、勉強します。うん、わかりました。日本語、今、学校以外、自分で勉強したりしていますか？今、学校で勉強します。学校で勉勉強して強いしまてす。ますはね。うん。わかりました。食べたい料理ありますか？はい、刺身です。私に食はべたことありますか？い。いえ、ありません。ない。今住んでる場所はどんな場所ですか？今、デンパサルです。どんデンなパところですか？サル。カシヘアです。私や。はうん。じゃ、周りどんな場所ですか？道、どんな道？景色い。はどんな景色あるんですか？たくさん建物あります。たくさん建物。どんな建物ありますか？うちとか店とか。今、お客さんどのぐらいいますか？すみません。今のカメラの仕事、お客さんどのぐらいいますか？今いません。あんまりいない。いや、あんまりいません。わかりました。じゃあ、5年日本に働いたら、またインドネシア帰ってカメラ仕事をするんですか？もしくは日本に残りますか？日本、バリへ帰ったら、写真家は趣味だけです。海だけですね。はい。はい。うん。日本に来たら写真撮りに行くんですね。日本の場合は新幹線と電車代高いかかりますが、それでも払っていきたいと思いますか？で、電車あるでしょ？電車。
電車。電車でもお金が高い。おー、はい。わかりました。行きますか？ できません。まだわからない。ではい、きまない。だわかりません。はい。今まで7時起きましたが、もしかしたら日本に来たら5時、6時起きる時もある。起きれますか？はい、時々早く起きます。早く起きますね。はい。今まだ結婚していますか？まだです。まだですね。はい。彼女いますか？はい、います。日本にいますか？インドネシアにいますか？インドネシアにいます。いつ結婚する予定ですか？ああ、今までわかりませんです。まだわからない。あ、まだわかりません。日本に来たら会えなくなります。会えない。会えない。会うことはできなくなります。彼女、会いません。ずっと会わないけど、彼女、ずっとにインドネシアにいますか？日本に一緒に行きますか？はい、大丈夫です。大丈夫。今の質問わかりますか？私の彼女。私の彼女は日本にいるか、インドネシアにいるか、将来どこにいますか？インドネシアです。インドネシアですね。彼女今どんな仕事をしていますか？今、フォトスタジオに働いています。ラジオ。まあ、スタジオね。彼女、インドネシアにいる。まだ結婚する。まだもう30何歳でしょ？はい。まだ結婚する予定ない。33歳。はい。まだ構いません。何歳ぐらい結婚したいと思いますか？ああ、今までまだ考えません。考えない。はい、彼女言われない。大丈夫。彼女は大丈夫です。お父さん、お母さん言われない。はい、大丈夫です。大丈夫。はい。わかりました。日本に来たら、何年ぐらい働くの約束できますか？5年です。絶対やめない。はい、5年。重い仕事もある。寒い仕事もある。い、大丈夫です。毎日、ジムへ行きます。ジム、毎日スポーツやっていますね。はい、そうですね。わかりました。今まで対応したお客さん、外国人いましたか？外国人、写真撮る外国人いましたか？今、いません。今までいないですね。いや、いません。インドネシア人だけ。いや、バリ人だけ。バリ人だけが。はい、バリ人結婚式。結婚式の写写真真ですね。わかりました。わかりました。また連絡します。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。失礼します。